皆さんレースクイーンの2名の方も乗車されますので拍手でお願いします。なんか社員旅行みたいなでロールをかけていくスピードですね、横地をかけていくスピードさえ上手にかけられればスピードが速くてもスムーズに安心感があるはずです。その代わりに、今これからエルミダにこういう運転をするとスピードが遅くても怖く感じるんですよね。だから上はい、すでにですねバス、1便がスタンバイしております。今回、1便はもうすぐ走行会デビューくらい、チーム D のご紹介させていただきましょう。チーム D はゼッケン28番から34番です。よろしくお願いいたします。ぜひ25秒台、頑張って出していただきたいと思います。